頑張れおすずは今回も明け方からスタート。おはようございます。お願いします。なんとも見慣れぬ景色。どうやらおすず得意のバス釣りではなさそうだが、一体どこで何をするやら。釣れてるんですか？ポロポロ、はい。まあ、11月になったんでちょっと10月みたいにはいかなくなってますけど、どうにかなると思います。雨も連れてきてくれたんで、はい、どうにかなると思います。頑張りますめちゃくちゃ初心者なんで、本当によろしくお願いします。はい、お願いします。海といえば思い出すのはキャプテン大中とのキャスティング対決。まだ見ていない方はぜひご覧ください。まあ、父ちゃん、出発するときに出発進行言うといてな。ね、ドキュメンタリーって言いましたよね。言うた。それのドキュメンタリー大丈夫、ブレてない？ブレてへん、はい。出た、おすず愛用のガンクラケースに大量に入ったレギーチャー。そう、今回は番組初のボートエギングに挑戦。ティップランじゃなくてキャスティングでおすずが奮闘します。おお、いか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 やった引っ張れないです、お願い。そしてはい、大丈夫です。そのうちスーちゃんが出発進行言うてくれる。出発進行午前7時、風もなくまさにエギング日和。おすず一行を乗せたボートは和歌山県の新庄沖で止まった。船長、はい、ここってどんな感じのポイントなんですか？名もないとこにボーンって広い野菜とこが広がるとこ。お、あ、アンカー打つの？はい、名もないとこに、なんかこうボコボコしてるんじゃないですか？はいはい、ここから行きます。はい、はい、おはようございます。頑張れおすず、今回はですね、いつものバスじゃなくて、見てください、海です。はい、ということで今日は初のエギングに、ロケで挑戦したいと思うんですけど、エギング自体が3回目ぐらいなので、まあ、かなり初心者なんですけど、僕も伝えれることは伝えていくんで、まあ、いつも、はい、出演した時はお客さんにそうやってやってるんで。アベレージどのぐらいが釣れるんですかね？アベレージ、日にもよりますけど、うん、アベレージで言えば300から500、昨日とかだったらほぼほぼ500前後、400から600ぐらいで揃った感じでしたね。初心者すぎて釣れたらってなるぐらい、ね、だと思うので、サイズ問わずね、うん、はい、みんなで拍手してくださいね、釣れた。よろしくお願いします。まずはエギジャ 3.5 号のドットオレンジカラーから。右後ろ何もないんで、そのまま、まあ、後ろ目がけて投げてもらったら、もうそのまま吸い投げるだけですか？正しい長め、まあ、バスの時は結構このこういう投げ方でも大丈夫なんだけど、はい、エギの場合ってこれあんまり飛ぶルアーじゃないんで、はい、一回後ろで振りかぶって、そこで一回止めたってください。ここで、うん、止めてからそのままビューンといつも通りの、あ、そう全然いけます。全然大丈夫です。お、ここでだいたい後ろで、5メーターぐらい、5メーター、はい、なんで水深かける3の、はい、した数字を、はい、とりあえず待ってあげてください。なんでここだったら15秒ぐらい。なるほど、わかりました。フリーでいいんですよね。もうフリーでいいです。はい、今とかも前から後ろ向いて潮行ってるんで、うん、ずっと出ていくとは思うんですけど、秒数数えてたら入りやすいんで。わかりました。バスとかみたいにこう動かしてる時にあんまり釣れる生き物ではないんで、うん、しゃくった後のこのもう一回底へ落としてる10秒ぐらい大体待つんですけれど、はい、その10秒ぐらい待ってる間に、ほぼほぼ来ます。食ってくる感じ。はい、はい、たまにまあしゃくってる
しゃくりとしゃくりの間に来ることもあるんですけど、はい、まあ、確率かなり低いんで、もう 99% ぐらいこの時って思ってもらっても全然いいです。あ、わかりました、はい、まあ、あとはどうかな、しゃくりとかも強い方がいい時もあれば弱い方がいい時もありますし、今ぐらいの感覚でいいです、力加減は。わかりました。そのぐらいでまあやっていけば大丈夫かなとは思います。はい、頑張ります。イカはボトムについてる感じなんですか？多分今は浮いてると思います。浮いてる、はい、塩あるんで多分下へ張り付くとかはないと思いますね。ある程度のとこで浮いて待ってるとは思うんですけど。初心者のオスだけに今回は一杯釣れれば大成功。オスの引き運、そしてエギジャを信じようじゃないか。僕はもうこのエギの中では、はい、あの重心移動とかそういうの抜きでしたらエギジャが一番飛距離も出ると思ってるんで、飛距離も全然さっき見ててもやっぱ投げてるし飛んでるんで大丈夫そうですか？チャンスはあるんで、はい、今日は船長釣りはしないんですか？僕は一応昨日岩地さんと話で一応持っては来てますけど、おそらくはしないです。こんな時に限って僕釣れるんで、こういうカメラがあったらねそういうものは分かってるありますからね。もう取材っていうのはそういうものやと思ってるんですやばい、めっちゃ圧かけられてないあと1匹目はエソとか釣ってほしいななぜかイカではなくエソを希望するスタッフ、いかがなものか。まあ、当たりとかが結構10年前とは違うんで分かりにくい時もいっぱいあるんで、はい、結構そのしゃくった時にグンっても抱いてて、はい、しゃくりが勝手にフッキングになってる時があるんですね。あ、なるほど。しゃくったら重たいってなって、はい、絶対最初地球かなって思うんですけど、はい、それとかも多分ついてるでしょ今。うん、ほら巻いて、ほら、釣れてた。魚やね、バレた。魚なんか今ブル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 ってしてたイカだったらね、もう一回落とし直さなだしな。ちょっとドキドキしちゃったよね。え、うわ、やりよった思ったわ。え、なんか本人気づいてないからおもろ。まあ最初新鮮なんで面白いと思うからルンルンで、はい、9時ぐらいに焦ってもらったらそれまで釣れたらいいですけどね。頑張ります。口は災いのもと。スタッフの希望通りイカではなくエソだったかもしれない。これちょっとこうやってテンション張ってった方がいいんですか？テンション張ってた方が当たりは取れます。ただその僕はここが一番重要だと思ってますけど、はい、シャクって後に待つじゃないですか。待ちます。その時にどれだけあのエギがバタつかず丁寧にボトムまで沈めれるかやってるんですよ、はい、ちょっとまあ見てても竿がやっぱりこうちょっとこう3センチから5センチぐらい、はい、ブレる、うん、ブレって張るんで、はい、その分まあ3センチ動けばエギが3センチ動いてしまうって思ってもらってもいいぐらいと思うんですよ。はい、だからそれをコンって言ったようにと思ったら、おお、来た来た来た、マジか、あ、落として落として落として、そうかもかな。ちょっとでも上潮だけ走ってるんでひょっとしたら根がかりかもわからんけど、さっきみたいにしゃけたりとか魚手分からん。これはいかん、根がかりかいくかどっちか。ああ、ほな根がかりやねほな根がかりかここで小移動。このモーニングタイムになんとか一杯釣りたい。はい、また5、6メーターです。はい、変わらずエギジャ 3.5 号のドットオレンジカラー。15秒ステイを入れて、そこから3回ジャック。分かんないねかも。バス釣り仕込みのおすずが感じたかすかな違和感。そう、バイトは突然訪れる。おお、いかい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 、来た、やった、
ステン。ヨート。はい。見てこのへっぴり腰。ちょうど。素晴らしい。イエーイ。素晴らしい。今あれあまたねえかなって一瞬思ったんです、うん、はい。でもねしっかり合わせてはりましたもんね。やったすごい。やばい、めちゃめちゃ楽しい。めちゃめちゃ楽しい。めちゃめちゃ楽しい。ありがとうございます。やった、見て、釣れた。これはどの何百グラム、これ400ないぐらいとか、そんぐらい。おお、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。え、慣れない魚種っていうか、なんか魚じゃないけどって、こんなに、あのこれ、この落ち方すぐやりたかったやつ、はい、めっちゃ楽しい。いい匂いする。これぞオスズ、これぞエギじゃ。ありがとうございます。よかったよかった、安心。ありがとうございます。やばい、楽しい楽しい、うん、めちゃくちゃ楽しい。まあ、尺ってもうほんと言ってる通り、止めてた時になんか袋引っかかったみたいな、ちょっとぬんって重い感じがして、ねえかなって思ってあげたらイカだったって感じ。明確な当たりがこう分かったっていうよりかは、なんかちょっと重くなったかなぐらいな感じでした。サイズはともあれ、エギング初心者オスズの成功はすでに成功。エギジャにオスズ、意外な組み合わせであったが、徐々に板についてきた。そこはかとなくでかいイカが出る気配が漂ってきた、その時。え、今の絶対そうじゃない？惜しくも乗らず。ここでタイムアップを迎える。終了です。頑張れオスズで、また来よう。チリスボミになっちゃったかなって思ったんですけど、とりあえず一杯、人生3杯目のあのアオリイカが釣れたので、今日はもう上出来、素晴らしいということでよろしいですか？あの、上出来認定します。 ありがとうございます、はい、ちょっとでも、あの、なんだろう、まだ難しいなと思う部分とかはたくさんあったんで、まあ、これからちょっと練習したりリベンジしたりとかして、そうですね、はい、もうちょっとエギング楽しめたらいいかなと思いました、はい、ので、これからも頑張ります。はい、はい、あの、一つ提案があります。何ですか？最初に釣れた1本をお尻にも使うから、うん、日本に見えるやろ。今一番やっちゃいけないことを言いました。そういう手があったか。ってことで、オスズの勇姿をもう一度見ていただきましょう。おお、痛い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 。来た、やった、バレないです、お願い。全然そのままで、もうかかってるね。やったやん、やった。それだけ差を下げて、そこで巻きましょうか。はい、見てこのへっぴり腰。はい、取れた、素晴らしい。イエーイ、素晴らしい。いやー、ありがとうございます。やったー、見て。釣れた。これもドキュメント。頑張れオスズ。次回もお楽しみに。